皆さんこんにちは、アトリエリブラの高橋貴子です。今日はですね、コラボレッスンが開催されました。リッコ先生と私の方でリース&リースということで、はい、じゃあお見せしてみましょう。はい、じゃーん、こんな感じですね。リースパンとリース、はい、手並みのリースです。はい、ということでね、作っていただいて、皆さんにもすごく楽しく満足いただきましたので、こちらの方でね、ちょっとそのご宣伝をしてみたいかと思います。私の方のね、リースパンの方はこちらの方ですね、トカチノ工房っていう工房を使っていて、3色のフルーツが入ってねじっていく成形なんですけども、そこで綺麗にね、フルーツが見えるような形で、まさしくね、こうクリスマスに向かってプレゼントしたくなるおしゃれなフィニックオーバーということで、楽しんでいただくリースでした。で、リコ先生の方のね、リースもじゃあちょっとご説明お願いします。はい、こちらの木の実のリースなんですけれども、今回ポイントはこちらのシダーローズという、可愛いですよね、バラが咲いたようなヒマラヤ杉のぼっくりな、杉ぼっくりなんですけれども、こちらの実がポイントになっています。そして今回はクリスマスということで赤い実をつけて完成なんですけれども、赤い実を取っていただいて、例えばこのお正月花ですね、ちょっとプラスしたりすると、お正月用のリースになったりとか、そういう感じでアレンジを楽しんでいただけるリースになってます。はい、他にもなんかアレンジができそうですね。ちょっともう一個見せてもらっていいですか。はい、あとクリスマスでもっとこうボリュームアップしたりとか、華やかな感じにするのにリボンを足したりですとか、まあこういうポインセチアとファーでこうちょっとシックな感じに仕上げたりですとか、そういう感じで、アレンジ楽しんでいただけます。はい、受講生の、ね、皆さんもすごくこちら上手に、ね、できてましたよね。はい、楽しそうでした。私も見て楽しかったです。はい、ありがとうございます。はい、リコ先生とはね、これ2回目になりますけれどもね、もしかしたらまた来年やるかもしれないですけど、はい、その時にはね、ぜひ皆さん参加してください。あとリコ先生の方ね、単体でアレンジのリースとかもすごく生徒さんから評判が良くてですね、販売やってたりもしてるんですよ。はい、そんなのもちょっとよかったら、はい、こんな感じで、はい、アトリエリブラさん限定で販売やってありますので、ますので、はいはい、よかったら私の方にメールでもください。販売いたしますのでね。はい、じゃあ本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまた皆さん来年かなんかお会いできることを楽しみに。はい、それでまた。